伊勢崎市長のこんにちはラジオ。こんにちは。伊勢崎市長のこんにちはラジオ。この番組は伊勢崎市の肘康夫市長とともに市政情報などをお伝えしていく番組です。肘市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は三市連携利根川花火大会をテーマにお話を聞いていきます。はい、今回は花火大会がテーマとなっていますけれども、藤市長、はい、何か花火の思い出ってありますか？はい、まあ、子供の頃から、はい、まあ、花火は大変大好きでいろいろところを見てます。まあ、遠くにはなかなか行けなかったですけど、はい、近くで見れるものは見てましたけれども、はい、まあ、思い出に残るというと、はい、一昨年ですね、うん、市長になってから、はい、コロナが ある程度大丈夫なところで、うん、一昨年花火大会、伊勢崎の花火大会やったんですけれども、はい、大雨でありましてそうでしたね。伊勢崎の駅から会場まで、はい、行くときに、はい、でもその中を本当に若い方たち、はい、駅から歩いてですね、はい、会場まで行く姿見て、本当に花火の持つ力っていうのはこういう、こんな状況でも皆さんが歩くそういう力があるんだなと、はい、びっくりしたんですけどもそれ以来自分が、まあ、雨男なのかなというところでちょっと心配したら、まあ、去年は大丈夫でしたので、はい、まあ、そこそこかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。他にせっかくなので夏の思い出が何かあれば教えていただきたいなと思うんですけども、はい、まあ、自分の子供の頃というのは、うん、今とは違って、うん、もう少しこう夏らしかったり、温度もこう36度7度こういった今本当にちょっと異常気象で昔とは違うんだなというふうに思います。子どもたちが今学校生活やるのに空調が必要だっていうのも本当によくわかるなと思いますね。まあ、なかなか昔みたいな夏を子どもたちに過ごしてもらうっていうのはこれから難しいだろうなっていうふうにも思いますね。そうですね、はい、暑さのせいで本来やるべきことが難しくなってしまっているっていうのは残念な本当そうですね感じがしますよね。はい、ありがとうございます。さあ、では三市連携利根川花火大会についてです。はい、まず三市連携利根川花火大会を行うことになった経緯を教えてください。はい、今伊勢崎のいろいろ考えたときに、歴史や何かを考えたときに隣接する深谷市さんとか本庄市さんとしっかり今までのつながりも大事にしながらこれからも連携をしていきたいという中で、三市でいろいろ話をさせていただいたところで、はい、この、花火大会の話になりました。うん、準備は本当に、少し前から始めさせていただきましたけれども、はい、これまでもお蚕さんですね、三種のことや養蚕などで、交流もしてきましたし、うん、今年が伊勢崎市にとっては今年度が、市政誕生20周年の記念の年でありますし、うん、田島弥平旧宅の世界遺産登録から10周年、はい、で本庄市さんは、本庄早稲田駅が開通して、うん、開設して20年、はい、また坂東橋、伊勢崎と本庄市を結ぶ橋が架け替えされてから20年、はい、で深谷市さんでは先日発行になった渋沢栄一さんの新一万円札発行が決まったということで、じゃあ三市それぞれがメモリアルイヤーということで、今年花火大会やろうということで話がまとまりました。それぞれから協力いただきながら今準備を進めてこれからやるところですけれども、もう一つどうして利根川かということですけれども、はい、まあ、利根川を挟んで深谷市さん本庄市さんがあるということと、やはりこの利根川の持つ自然環境や、うん、この1キロにわたるこの空間ですね、はい、ここをしっかり生かしていくということがこれからのこの地域のためにも、うん、本当に大きな力になるということで、ここの場所で開催したいということで行っています。まあ、花火、暗い中での花火ということもありますけれども、はい、でも水面に映る利根川に映る花火というものを楽しんでいただきながら、この利根川を感じてもらう、田島弥生旧宅含めて渋沢栄一さんが育った、この地域を感じてもらえる、
そんなあの花火大会になれる、なればいいなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。さあ、ではその花火大会ですが、どのような内容で開催されるのでしょうか。はい、開催日は8月31日の土曜日ということで、8月一番最後の日ということです。打ち上げの時間は午後7時から8時までの1時間を予定しております。観覧場所は先ほどお話しさせていただいた通り、利根川を挟んで北と南に伊勢崎市の利根川水辺プラザ公園、それと南側に島村海子のふるさと公園、2つの公園あるんですけども、この2つ2会場、そしてまたちょっと下流側に広瀬川の堤防道路というのが、堤防に、道路がありますので、ここを使った3箇所を観覧席という観覧場所ということで位置づけています。それぞれの場所に屋台出店が出ますので、いろいろ食べるものを含めて楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。打ち上げの花火、1万発、かなりの量だと思いますけれども、数だと思いますけれども、1万発を予定しています。この中にスターマインの本当に工夫を凝らしたスターマインだとか、大きさでいうと、最大のものは一尺玉ということで、大変大きな花火も打ち上げ、をする予定でいます。また花火を扱う方々の協会で、芸術花火、この10号玉を使った芸術花火という取り組みもこの中でしてもらいます。30発、全国の花火屋さんが、もう自分 の, 技術をこう水を集めた花火を30発上げていただきますので、これも本当に楽しみな取り組みだというふうに思います。この日、先ほど言いましたように雨男じゃないのを願ってるんですけども、雨の場合には次の日の9月1日の日曜日に、順延をさせていただいて、ここもダメだともうちょっとその先はないんですけども、8月31日なんとか頑張れると思います。はい、楽しみにしております。ありがとうございます。さあ、ではオープニングセレモニーですとか会場周辺でのイベントなど、何か市長が出席されるイベントなどもあるのでしょうか。はい、会場が広いということと、3市がそれぞれが1箇所に集まるというのはちょっと警備上とか川で渡れませんから、それぞれが離れてしまうということもあって、1箇所で何かイベントをやるということは行わない予定でいます。ただ伊勢崎 FM さんにも協力し て,、していただいて、伊勢崎 FM さんと本庄 FM さんと、FM ふかちゃん、深谷のですね、深谷市の、この3つのコミュニティ放送さんに協力をいただいて、生中継をしていただくということなので、そこで私からもいろいろなお話もまたさせていただくような機会になればというふうに思います。こういった放送を聞きながら、現場でですね、現地で、本当にこの素晴らしい花火大会、体験していただければありがたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。当日は午後5時から8時30分まで、交通情報を含めまして生中継で放送を行う予定です。ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。さあ、ここまでたくさんお話を伺ってまいりました。最後に一言メッセージをお願いします。はい、今年本当にメモリアルイヤーなので、多くの皆さんに楽しんでいただきながら、これまでの歴史を感じていただき、これから先の10年20年、またこの地域がさらに力を持てるような、そんな思いを込めた花火大会ですので、ぜひ、おいでいただければというふうに思います。はい、伊勢崎市長のこんにちはラジオ、伊勢崎市の日地康夫市長にお話を伺いました。なお、この番組は毎月第1水曜日に本放送、第3水曜日に再放送を行っています。伊勢市長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また9月の放送でお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。